全日本新人王決定戦、幕の内一歩対千堂武。全日本新人王、ハードパンチャーの代名詞ともいえる千堂じゃ。今回は何も言わん。初っ端は貴様の思い通りにやってくるがいいわ。はい、千堂さんのスマッシュに対抗するためにはあれしかない。変形スマッシュスペシャルボタンプラス右ストレート。右拳を真芝線で骨折した一方、麻酔をして試合に臨みます。試合が終わった後のことは考えられない。大阪に乗り込んでアウェーでの戦い、行くぞ一方。どうもタブヤンです。新人王決定戦ザー級6回戦を行います。赤コーナー124パウンド鴨川所属、幕の内一方。青コーナー125パウンド分の1、谷は検討会所属、千堂武。さあ行くぞ、完全アウェーですね。さあ超接近戦、千堂の中距離、中距離にさせるな。下を打ってからの上下のコンビネーション、おい、アッパーも混ぜていこう。今まで学んだことを全て出し切るんだ。ストレートも、おっと、わーっとやばいな、今のはやばい。食らったのか今、やっべえ。おい、スマッシュ空振り。おお、やばい。いいリズム。そうでもないですよ会長。でも行ってきます。自分のボクシングを釣られぬきっと押す。はい、ラウンド2、はい、中に入ってね、ダッシュで。おお、打ち合いか。わお、手数は千堂の方が上か。よし、ボディ決まった。嫌がってるよ。おお、決まった。でかいの狙っていこう。ショートアッパー、やばい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 。うん、大きいの狙っていくよ。もう千堂とはパワー勝負だ。おわー、おほー、アッパーにカウンター食らわされたよ。おっと、やばい。お、千堂も大してテクニックはない。おお、やばい。真ん中真ん中、うわー、ボディーは当たるんだけどね。ああ、そうだね、上上下のコンビネーションしたいんだよね。おお、おい、
左ボディだいぶ当たってるよ。ボディは当たってるよ。あー逆にこっぴどく打たれたか。頭を振って的をそらすんだ。わかりました。ディフェンスがね小さいのですね。よし基本に立ち返ろう。最初にダウンした方が負けるかもな。これは頭振っていこう。小さいフックで、フックで、おっちょ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 、おや、もう打つか。ここで近くで、よし追い込んだ、追い込んだぞ。おい来た、ボディ効いてる。追い込んだんじゃないか。おっと、おお、スマッシュ食らっちまったぞ。やばい。じゃあこっちもスペシャル出すか。右スマッシュだ。一歩が最初に言ってたね、右スマッシュ出すよ。あーやられた。くそー、テクニカルノックアウト、勝者右スマッシュ出すのが遅すぎたか。悔しいな。必殺技確認しましょう、スペシャルの右ストレート変形スマッシュね、それから右フック、アッパーカット、あ、ストレートか。私操作間違ってたわよし行こう、ちょっとダメージを与えてからね使っていこう。まずは1ラウンドはボディを狙って、変形スマッシュおお、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン、エイ、ジョフレアッパー、よし来た。ジョフレアッパー決まった。逆転 KO か。仙道まだ立ち上がるか。突っ込んでいく、チャンスだ。あー倒しきれなかったか。おー深いアッパー食らったな。ダッシュか。おー1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
のコンビネーション。あー、倒しきれなかった。くー、やつも後がないということだ。6回戦ですからね、大振りしたところを狙われるぞ。わかりました、6ラウンド制ですか。おお、打ち合いに負けたくない。ああ、やられた。うっそ、戦後め強いな。ジャブから行こう、基本から。ジャブ食らっても構わず突っ込んでいく。うわー、スマッシュ食らっちゃったよ。嘘だー、勝者全道強い。勉強することがいっぱいあるみたいですね。よっしゃ、これで合格だな。から小さく、よし、うわ早い。上と下、下も下も、ボディで落ちる、ボディで。ああ、うわー、倒しきれん。やつの足は止まっておるぞ。あと一息じゃ。はい、休まず連打しろ。打ち返す暇を与えるな。はい、声出すのもしんどい。ラウンド4まで初めて来たぞ。おっしゃ、アッパー決まった。のクダウン制だ、いけ。ボディだ、一本狙うはボディ。鮮度は強い。あわよくば TKO だ。よっしゃー、テクニカルノックアウト勝者。いやー、勝てた。長かった。勝てたのは運でした。いや会長、それ以上に負けました。仙道さんは強かった。長かった。4ラウンド1分5秒、死力を尽くしました。仙道はね、全日本新人王に勝ったらそのファイトマネーで賞金でね、近所の子供らにスーパーファミコンを買う約束をしてました。いやー、漫画ではね、3ラウンドの途中から意識がなかった仙道、4ラウンドの開始のゴングを聞くことはありませんでした。強かった。それでは次回またお楽しみに。さよなら。